どうもこんにちは、ゲームギークです。ロキャット独自のタイタンクリックを搭載し、素晴らしいクリック感を実現した有線ゲーミングマウス、今日はロキャットケイン 100iMo のレビューをしていきます。ロキャットケインシリーズには現在3つのモデルがありまして、ケイン100がエントリーモデル、ケイン120が上位モデル、そしてケイン200が無線モデルとなっています。今回紹介するケイン100はエントリーモデルという立ち位置でかなり安いのが特徴です。上位モデルのケイン120よりも安い代わりに、センサーやライティングなど様々な部分でコストカットがされています。では早速見ていきます。カラーリングは2色存在し、色によってモデルナンバーが異なります。100がブラック、102がホワイトとなります。サイズは長さが 124mm、幅が 65mm、 高さが 43mm と中くらいのサイズですが、それなりに高さがあるのが特徴です。真正面から見ると分かりやすいのですが、小指側が下がり気味になっています。真上から見ると一瞬左右対称かと思いますが、これは右手用のエルゴシェイプです。ロキャット120シリーズは持っていないのですが、無線シリーズのロキャット200が手元にあるので比べてみます。公式ではサイズが一緒ですが、その通り全く同じサイズです。他のエルゴマウスと比べてみるとこのようなサイズ感になります。左がレイザーデスアダー V2、 真ん中がロキャットケイン100、一番右がグロリアスのモデル D です。重さはだいたいこれくらい、公式とほぼ変わりません。 89g ですが、最近の軽量ブームを考えるとやや重めな部類です。無線のロキャット200は 105g とかなり重かったので、しばらく使っていると疲れてしまいましたが、このマウスはそこまで疲れません。メインのマウスボタンはマット仕上げで、触り心地は結構スベスベです。コーティングがいい感じでちゃんとグリップしてくれます。マウスホイール周りの部分に少し変更があって、左側の200はメタルっぽい質感なのに対して100は普通のプラスチックみたいです。マウスの後方部分のコーティングも変わっていて、マウスボタンのようなコーティングではなく、こちらも普通のプラスチックな仕上がりです。加えて一番大きな違いは、サイドの素材がマットではなく、グリップのあるラバーテクスチャになっていること。凹凸感のあるザラザラした質感です。これは賛否両論分かれると思います。私はマットのままの方が好きですね。確かに汗をかいてもグリップ力はすごいです。これは表面と一体型になっています。シェイプの特徴ですが、左側面が結構シャープな角度になっています。そして指を置く部分がフラットになっています。逆サイド、右サイドも似たようにフラットなんですけれども、少しだけカーブを描いています。個人的にはかぶせ持ちが一番しっくりきます。このマウス注目のタイタンクリックについて見ていきましょう。すべてのボタンのクリック感が最高なので、ちょっと聞いてみてください。メインマウスボタンはストローク浅めで跳ね返りが強いです。サイドボタンはやや深めの押し心地、柔らかい感じです。平べったくて大きく作られているので、とっても押しやすい、かなりいいです。マウスホイールは少し重めな印象、コリコリとどれくらい回したかしっかりわかるんですけれども、個人的には軽いホイールの方が好きなので、ここだけちょっといまいちかなと思います。 DPI って刻印されちゃってるんですけれども、これバインドで別の割り当てができるので、わざわざ刻印しなくてもよかったんじゃないかと思いますね。ただしこれもクリック感は最高です。センサーはピックスアートの PMW3331 で、最大 DPI は8500です。上位モデルに搭載されている PMW3335 は 16000DPI ですが、このマウスはセンサーがダウングレードされた形になります。ただし挙動は良好ですし、そもそも 8500dpi なんてなかなか使うことがないと思うので問題ないと思います。マウスフィートは大型のものが前後に1枚ずつ貼られています。角は丸められていて引っかからないようになっていますね。
テフロンで滑りはいいですが、サードパーティーのハイパーグライドやコアパッツが出たらそっちを試すのもいいと思います。ケーブルは PVC ケーブル、ジョイとはタイプが異なるのでここでもコストカットしてるみたいです。最初見た時は若干抵抗があったんですが、思っていたよりも意外と柔らかい。パラコードには当然かないませんけど、マウスバンジーをうまく使えば問題ありません。ではライティングを見ていきましょう。光るのはマウスホイール部分のみ。上位モデルではロゴも光りますが、本マウスではただ刻印されている形になります。マウスホイールのライティングはソフトウェアで制御可能です。インテリジェントライティングシステムというモードがありますが、プレイヤーの動きを学習してインタラクティブに光ってくれるみたいですが、ちょっと RGB サイクルしてるようにしか見えませんね。とりあえずこのモードかウェーブがおすすめです。ソフトウェアはロキャットスワームです。結構細かい設定ができるソフトウェアで、 DPI サイクルの数を調整したり、ダブルクリックの速度を変更したり、バインド設定やマクロ作成なんかもお手のものです。ここのピンを刺すとですね、お気に入り画面にこの設定が表示されるようになります。自分が触りやすい部分だけを登録すると結構便利です。ではロキャットケイン 100iMo のいいところについておさらいです。随所でコストカットされていて、エントリーモデルなので価格が安い。ボタンはマット仕上げでスムーズな触り心地、中サイズでかぶせ持ちがフィット、タイタンクリックの押し心地と音が最高、比較的軽めなので手首が疲れません。以上、ロキャットケイン 100iMo のレビューでした。ただでさえ安いロキャットのゲーミングマウスシリーズなのですが、このモデルは特に安くなってます。ロキャットを初めて使う方、ゲーミングマウス初めて買ってみたいっていう人にはおすすめです。本レビューはブログにも投稿してあるので、よかったら概要欄のリンクから飛んでブログでもご覧ください。